はい、こんにちは。サルウィンです。いきましょう。グイニュー対戦第1試合アルフォー実況というわけで、先日開催した、グイニュー対戦の、動画を撮っていきたいと思います。1戦目はジャイノスケ君主ですね。ちょこちょこと参加していただいております。いつもありがとうございます。というわけで、私はまず最初に若干やっぱブランクではないですけど、やっぱそこまでね、最近まだ触れてないんで、本当ね、もっとがっつり毎日ログインボーナスもらいに行きたいぐらいの気持ちはあるんですけど、まあ、その辺はね、おいおい、まあ新バージョンになってからですかね、その辺は。というわけでね、まずはね、4枚、一番使い勝手が良い4枚ですね、私が好きな、4枚デッキですが、で、エンコが強くなったんですよね、バージョンアップによって。余計も変わったんでしたっけ、ね、とりあえずあと、シクユーも強くなってた気がします。はい。でジャイナスケ君主のデッキは、このまま強力になってゴストツコツ、そして猛角、この辺も確か強くなってるんですよね。しかも、何より、群雄使いということで、ゴストツコツ中心って結構ですね、防火長とかも強くなったんでしたっけね。なんか結構本当に、いろいろ軒並み強化されてたんで、なんかもうね、楽しみでしたね。だから、あとみんながね、どんな群雄デッキを使ってくるのか、それがね、本当楽しみで、ワクワクしながらやってましたね。じゃあ行きましょう。いざ回戦。戦ってのは恐ろしくて最高に楽しいもんだぜ。最高でございますね。というわけ でエンコー私結構好きで使ってまして、エンコーでマウント飛んだすげえ好きで、だからこの4枚デッキでエンコー入れるのねすごい好きなんですよ ね。序盤を取り入れて、あとで猛角がね、カツカツカツではないですけど、やっぱ復活早いですよね。猛角はでもとりあえず、まあ、倒さざるを得ないんで倒しますけど、でしっかりとね一個一個でもちょっと左四球止まってましたね。私で右の原始さんがちょっとやばいですね。あれは入っちゃうやつですね。でここはね四球ね一回城に戻そうと思ったんですけど、ここはもう攻める時だと、うん、逆に原始さんの一発ぐらいは上げましょうというところですね。で原始さんはトートンでカバーしていきたいところ。再来同士も捕まえたい。さあここからガンガンいきましょう。さあ両金も四球もそこそこ兵力があります。でこれエンコなんか止まっちゃいましたねすぐそういうとこ。さあ行くのか行くのか、行きました。今マイナー5ですよ確かね。ワントツしたら、ワントツっていうかまあ基本的に1回ですけどマイナス5ですからね。はい、5卒これでもう4、はい、あっという間に倒していく。このマウント、そして猛角が出てくる。じゃあ猛角にも触りに行きましょう。ちょっと一定時間とはいえね、やっぱ瞬間的に武力下げられるのはでかいですね。まあこれでマイナス5ですよ、なかなかじゃないですか。でここは猛角が超絶と、これ結構この類強いんですよね。このなんか成長する系の計略初めて使われましたね私。これでも言うて武力5なんで、これ全然、いやこれはエンコーがかなり仕事しますよね。なかなかじゃないですか。あ、もうかけ直っちゃった。で、防火塔も倒していき、かなり序盤リード取れましたね。これでリョキが倒されてしまったので、もうかが強くなりました。あ、やっべーって言ってますね。あ、やばいぞこれはって。まあ一応再起にしといてよかったみたいなのがありますけどね。いやー。いや、トートも逃げられない。これ結構猛角強いですね。と思ったら、これ意外とね、助かりましたね。セーフ。このトートンが、なんとか、これはなんとか、ね、生かせてもらったのが、これトートン仕事できますね。まあ、さすがに工場は止まらないから、だから再起叩くか結構悩みましたね。私は肉が食いたい。肉が食いたいと。いやー、でかい縄文入りますね。これで猛角が取れるんで、まあ一応かな。これトートンなんとか、トートンなんかやられてたら多分私サイキ叩いてましたね。まあさすがに60何カウントでちょっとねサイキ叩きたくなかったんですよね。さあとりあえず多分右側ちょっと塗りたかったんですけど、左から出てこられちゃって、これはお上手ですね。私も釣られて出してしまいました。しかもトートンもでもやっぱ少しでもね相手の兵力削りたいなっていう気持ちがあるんで、塗りよりは。でここで大変のちっちゃ一騎打ちですね。俺に挑むバカはいねえか。これ私ねこの日の一騎打ちあんまり調子良くなかった気がするんですよね。
あーやっぱ 3D モデルがちゃんとしっかりしている、うんうんうん、はいまあここはでもさすがにここはね、うん、ここで取られてはいけない、まあ、これは私的には美味しいスケーですよね。さあもうかけて、でも正直結構この計略結構やりづらいですよね。うん、撃破する必要ないですからね、突進するだけでいいですから。これ意外とどうしようかなみたいに思ったんですよね。これに対して撃つ計略がまあ、うん、乱撃無双でもいいかとは思って、乱撃無双にしたんでしたっけね。あーあーあわわわわ、まあ、速度上がるならワンチャン迎撃も取れそうだし乱撃無双でいいのかなーなんて思ったんですけど、どうだったかしら。で結局早くて追いつけなくて旅機が困りました。いやー俺やっぱ乱撃無双じゃなかったなこれって言いながらもう止まってるし、あまりのショックに止まってますね旅機がひどいもんですよ。あとこれとりあえず宿泳の工場入りました。なんなら円弧を押し付けていくスタイルでも良かったのかもしれないです。もしくは宿泳のこれ迎撃やっぱ取らなかったのかな。でかここで一騎打ちですよね。あらららら言ってますけど、さらなる高みへと至ってみせる。猛角って無双じゃないや、勇猛ないですよね多分。ないですよねきっと。でここは取らなきゃいけないシーンだと思うんですが、いやこれ無双あんのか、無双っていうか勇猛あんのかな、やっぱり全無双ですよ全無双これはやられました。お上手、みんな一騎打ちうまいなと思いながらね見てましたけど、これ私失敗したんですよね、これ。これはちょっとね、円弧を真っ向からやり合ってよかったかも。サイキ叩きづらくなっちゃいましたね、これね。だからちょっとサイキどうしようかなって言ってるんですよね。私は肉が食いたい。あんまり縄文スルーできないじゃないですか。まあ一応殴り合いはしてるんですけど、でも結局ここまで来たら円弧落ちるまでは叩きたくないですよ、サイキ。いやちょっとね、猛角とバチってやり合っちゃってよかったかもしれないですね。まあその分若干向上は取れましたが、で私がついにマスターですよ。多分初めてですねマスター。でも柵が無意味なんですよね、いつも通りですけど。私が持ってるサイズこれしかないんですよねどうしても警告とかの都合上柵をつけざるを得ないんで、柵なしでってにもこのサイズを使わざるを得ない。もうちょっとフォークをね成長させたいところですけどね。でここで猛角を倒していきってかましたらこれですよ、初めて見た端の大構成マスターとか、ま、これはもう本当にあの軍友使いというか造兵使いの数じゃないで、これはですねありえない、とてもおおって感動しましたから。ならば私もこれは造兵対戦だということで、私もこれは戦わざるを得ないっていうか、やっぱりあと強化されたっぽいので見たいなと思って。ただ私これ下手なんですよね、前よりはあのクライナードステイじゃないけどクライナーの間隔が短くなったらしいんですけど、どうしてもなんかねこれがねまだ間隔が分かってないんですよね。さすがにこれ乱戦するとやばいんで、あ今かこの今マークがここで回せばいいのかなって言ってるそばから、あれこれ夜襲の跳躍ですね、これ面白い計略ですよね。まあ、でもしっかりと倒していく。でもこの原石さん叩いてもらったおかげでなんとかなるか、まあ、でもなかったら逆にね、うん、ゴーストを倒していく。今野獣状態だからここでやられちゃうと取られちゃうんですよね。結局この内乱止めたいところですが、ちょっと止められないかな、止められませんね。いや防御長結構強いですね、これ結構やばい、触られたくない、あ、治ったかなふうって感じですね。あ、今あれまだ弾きは残ってるんですかね、あのプライチは弾きの分か。さあここは残り9カウント、でも多分私ここは落城狙いで多分ランゲリング叩くかもしれないですよ。あ、叩かなかったかな、さすがにこの時はカウント見てたんで、まあ、やっぱ後半あんまり、まあ、私はねやっぱり最後まで全力でっていうのはありだと思うんですけどね。ただやっぱりね変に空打ちとか言われちゃうのもなんか若干心外なところもあるので、
その時はそこを若干気にしたのかな。うん、まあでもね、戦友対戦ですしね、全国とかだとあんまり良くないかもしれないですけど、うん、まあその辺はというところで、無事に勝利させていただきました。ありがとうございました。じゃあ行きますか、反省会。反省会、まあ、反省会に関してもね、ちょっとあと動画のスタイル、それはいつの間にかこれというか方の頃からこのスタイルでやってたんですよね。一つの動画を見てその後反省会やるっていうのをやってたんですけど、思ったらやっぱこれ結構あれなんですよね、動画撮る時間が長くなるんですよね。最近ね、後手なんですよで毎月イベントやるじゃないですか。で、できれば全国対戦の動画とか個別のやる専用対戦の動画とかも上げたいんですよ。それを考えるとちょっと動画のスタイルね、またちょっと改めようかなってちょっと思うこともあるんですよね。まあ、あと他の方のスタイルとかも結構ね、一応参考にさせていただこうかなっていうのがありまして、ちょっとね、このスタイル一応今回はこれでやるんですけど、この反省会スタイルもしかしたら変えていくかもしれないです。まあこれが一応私らしさではある気がするんですけどね。まあ一応今回はこれでいきます。まあそれはまた後ほど考えていきましょう。で、とりあえずデッキの方ですが、まあ割とお気に入りなデッキでございますね。まあ本当は多分ね、4枚だとなんかやっぱ馬頭さんとか使いたいなっていう形もあるんですけど、まあこれはこれでありかもしれないですね。結構まあトートンは本当マウント要因ではあるんですけど、まあなんだかんだですよね。ただ私のトートンね、同盟者しか未だに持ってなくてちょっと他のトートンを使いたいなと思いながらもずっと同盟者でやってますね、軍友単なのに。まあ基本だから勝機はつかないんですよね。だから他の3人に勝機がつくっていう形ですよね。で、ゲンさんもね、いいですよね。私もね、このゲンさんちょっと使ってみたいんですけど。で、個人的には猛角、ね、で、ご卒骨も強化されたんですよね。ちょっと私もご卒骨で使おうって言ってね、今後、この後使うんですけど、まあ一応そのあたりは、後ほどという感じで。猛角いいですね、この猛角。だから結構この群雄のなんか、育ってく系、いますね、いいですよね。あの、長領とか、東卓とかもそうですけど。何よりでも多分この中で私、まだ私よく考えたら造兵全然持ってないんだなってこうやって思うと私だって源氏さん、大雷同士、小坊ヶ城、猛角4枚持ってないですねこれ軍友使いとは言えないですけど、ちょっとこの辺は集めていきたいですね。だからね、坊ヶ城が多分一番好きかもしれない、計略でもしかしたら。開幕は一応ね、まあ橋攻め警戒でっていうスタートをしたんでしたっけ、確か。まあ、私は以上、枚数差はね、やっぱいかんともしがたいところがあって。てか、昔の猛角ほどじゃないけど、やっぱこれの猛角復活早いですよね。昔の猛角、確か6秒とかでしたね。カツカツカツついてるやつね。懐かしいですね。6秒くらいで帰ってくるの。あの、2.5コス、武力6ぐらいだったけど。あれ、2.5 だっけ ?3 コスだっけ。そうですね、あれですよね、ひたすら、なんかすぐ死んですぐ帰ってくるっていう、あのね、圧倒的ローテーション。懐かしいです。これちょっとこの辺ぬるいですよね。宿友ね、さすがにかな。一応、見てはいたつもりなんですけど。はい。よくも。まあ、若干このお互いちょっとあれですね。お見合いしてますね。ここ悩みましたね。炎光が原始さん守りに行くか悩みながらも、ゴツゴツ倒して、っていうところで。でも結局追いつけなかったのか、これ。追いつけなかったんでしたっけ？追いつけたかな？追いつけなかった。結局追いつけなかったんだ。だったら原始さんのワンコード止めてもよかったかもしれないですね。まあ、でもその後、割と早めにマウント取りに行ったから、まあこれはこれかな。あ、でもそうでもないな。で、表記の新速攻を13カウントぐらい叩きます。いや、結構マイナス5は結構強いっすよね。すぐさまとって、ここでも、ここできれば猛角触りたかったですね。猛角触って、猛角武力5にしちゃえば、もう少しやれたね、領地とかは。
強くならなければ。まあ言う、で、75、約8カウントぐらいですかね。まあ、長さ的にはぼちぼち。でもまあ、十分ですよね。まあ、特にマウント時はやっぱりめっちゃ強いと思う。あとまあ、ワンチャン守りにも強いかな。2部隊か3部隊にとつれたらもうなかなかですよね。で相手にが槍とかいなければ、守りとかでもうまく使えるかもしれない計略ですよね。この炎鉱の狂気の神速攻。なかなかいいです。楽しめたぜ。いやでもこの猛角、もうこの猛角も絶対面白いですね。ボコられていった。これ結構あれでしたね。ここでトートンが逃げられたのは個人的にすげえ助かりました。来られてたらどうしようかなみたいなのがあったんですけど、まあ来られてたら再起かな。だから再起読みの卓だったのかもしれないですね、ジャイナスケさんの。まあ、逆に私はここで再起叩くかすげえ悩んでたんで、開幕で叩かされたらどうしようかなみたいな気持ちもあって、下がりなさい。まあここは駆け引きですよね。戦を教え、でこの辺ですよね。ここできれば塗っときたかったですよね、誰かで。まあ足がでも制圧的にそんなに制圧高いできないですよね、これ確かね。どうしてもやっぱこっちから来られてると片付けに行きたくなるよね。まあ、この辺はお上手と言わざるを得ないかな。あのサモア、で一騎打ちのはね、結構あの無双バーを狙いに行くとね、ミスるっていう。一時なんか結構バージョンごとに、今多分4っていうかになってからはあんまり一騎打ち多分タイミング変わってないと思うんですけど、昔はね、一騎打ちのタイミングちょこちょこバージョンアップで変化するっていうのがあって、まあその都度その都度合わせていくっていうテクニックを見せたんですけど、なんか最近ちょっとね、あの一騎打ちあんま上手くないなって自分で思うんですよね。もうちょっとね、あのなんかね、ひりつく感じを出していきたい。ここなんですけど、まあ先打ちだと微妙か。てか、もうかくあんな足速くなるんだもんな。まあ、炎鉱で守っちゃって、実際槍にないし、炎鉱でもう触りまくって、ガンガン触って、一体一体、一部隊溶かしていくのが多分理想だったかもしれないですね。もしくは、来ていただいてたんで、宿友で、この辺一気に、どっせいじゃない方でやっちゃえばよかったかもしれないですね。乱撃無双は、これはね、あまりのショックに魚気が止まっちゃいましたからね。で、ここですよね。これ、やばい、どっちみちか。もうジャイナスケさん、うますぎでしょ、これ。まあ、武力差2位ついてる状態ですが、ねえ、これでもちょっと頑張ったんですよ、ちょっとはね。でも、多分これあれだ、無双バーだからだ。無双バーはさすがに取らないとダメだよね。で、最後、ねえ、ねえ、この猛角、勇猛持ってるのかな。でも、どうなんでしょうね。いや、違うのか、うますぎただけかな。でも猛角に勇猛つくイメージがあんまりないんですよね、個人的に。もう、カツがついてるイメージしかないから。お前を食らって腹を満たすぞ。満たされちゃった。で、ここですよね、炎鉱。炎鉱、猛角にワントツぐらい入れて、すぐ再起の方が良かったかもしれないですね。はじきの大構成見たときめっちゃテンション上がりましたよね。すげえ、はじきにはじきつくんだ。はじきレベルってすごい。はじきにはじきがつくってすごいね。どんだけ吹っ飛ばすんだろう。ちょっとこれ見てみますか。そんなにあれかな。で、防護制圧。あーでも結構吹っ飛んでる。確かに触るだけで結構吹っ飛ぶ。でもなんかあれですよね、今回っていうかあれですよね、弾いて昔どうだったっけ、なんか城の中に吹っ飛ばせませんでしたっけ、弾きってできなかったかな。そこまでできなかったかな。でも潜ってる状態とかをなんかね、弾きマウントとか、あとやっぱ造兵のテクニックって、やっぱ守りの弾きで相手をこう、相手の工場を剥がすっていうテクニックは強かったですね、実際。いや、強い造兵使いの方とやり合うと、工場が取れないっていうね。
特に猛角の回なさっていったね、6秒とかで帰ってくる猛角とかが常に城に一人いて、誰かしらの構造を剥がしてくるっていうね、やらせてがあった。懐かしいですよね。やっぱここね、あんまやっぱ回せてないんですよね。難しいですよね、この、まあ私が下手なだけなんですけど、というか分かってないだけなんですけど。結構飛び系の計略。まあ、一応動武力だからそこまでじゃなかったけど、ここで、あ、でも結構減る。結構減る。まあこれ良かったですね。しくゆく計略中だったから、なんていうか逃げられたと思うんですよ。で、ここでまだ点灯してないから、突撃、でも関係ないですよね、確かね。突撃じゃないや、突進か。突進オーラまとったら出せるってわけじゃないんですよね、確かね。で、しかも、時間短縮されたって書いてあった気がするんで、今回ね、バージョンアップで。だから多分今突進可能になったけど、突進可能にならなくても多分暗いなーって言えるんだと思うし、進撃を打つことはできると思うんですよね。うん、なんかいつ可能になるのかは分かんないんだよね。まあそこは自分でカウントで覚えるしかないのかな。あ、でも結構減りますね。結構減る。これも固定ダメージなのかな、やっぱ進撃系って。というわけで、なんとかね、初戦は勝たせていただきました。ありがとうございました。というわけで、いきましょい。で、結局ですよね、これでもう気づけば20分。やっぱ一本の動画長いですよね、こうやって見ると。ね。ちょっとね、動画のスタイル考えなきゃいけないかもしれないですね。だってこれを要は、やっぱ結局だから、一試合を2回、まあ、ね、見てるというか、だから、2動画分ぐらいの労力といっちゃなんですけど、になってるんですよね、今のこのスタイルだと。そう考えると、とりあえず、まあ、もしくはもう、本当はね、まあ今、なんかスタイル的には、こうやって一本一本の動画撮って反省会やって、最後にまとめ動画上げるみたいなスタイルでやってるんですけど、まあ、そのままもう、投資で全試合取っちゃうっていうようなやり方もあったりはするんですよね。まあその辺はちょっと考えていきましょう。なかなか思うところはあります。実際ね、やっぱこれやってると、でもな、じゃあ反省会もしたいんですよね。反省点いっぱいあるんで私、本当に。そこなんですよね。まあこれはこれでちょっと考えていきます。まあ一応なんかそういうところでね、ご意見があればぜひぜひください。もう結構悩んでるんで。はい、じゃあお疲れ様でした。バイバイです。